マイク・クイックスー・ウィックは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、テキサス州ヒューストン出身、太陽国、プーケット県在住、AKA タイランド主催、UFC への登竜門的テレビ番組、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン1出身の選手である。8歳でテコンドを始め、その後は、キックボクシング、ムエタイ、ブラジリアン柔術を習得し、 総合格闘技へと移行した。2004年に1月16日、WEC 世界ミドル級王座決定戦で、クリスリーイベント対戦。打ち合いの末、カウンターの左フックで小負けを喫し王座獲得に失敗した。2005年に1月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン1に参加。シーズンでは、ライトヘビー級選手として、 ランディクー・トゥア率いるチームクー・トゥアに所属した。同じチームのクリスリーベントは過去の敗戦のことを疲れて揉める場面も見られた。シーズンでは終盤まで生き残ったが、自身初のエリミネーションバートとなるライトヘビー級トーナメント準決勝でステファン・ボナーに一本負けし、フィナーレを目前にしてシーズンから脱落した。2005年4月9日 UFC デビュー戦となる ザ・アルティメット・ファイター1フィナーレでアレックス・ショー・ナウアーと対戦し、小勝ち。以降、階級をミドル級へ下げて UFC に本格参戦を果たした。2005年8月6日のアルティメット・ファイト・ナイト1で小勝ちを収めるなど、キレのある打撃を武器とし、UFC で4連勝を挙げた。ジョーリグス、デビット・ロワゾーといったミドル級の強豪を破り、 一時は UFC 世界ミドル級王者アンデウソン・シューバへの挑戦者第一候補と目されていた。2007年4月8日、地元開催となった UFC69 でオカミ・ユーシンと対戦し、0から3の判定負け。試合後のインタビューで階級を一つ下のウェルター級に落とすことを示唆した。2007年9月19日の UFC ファイトナイトトトーマス VS フローリアンで、ジョナサングレとのウェルター級転校後の復帰戦が予定されていたが、怪我により欠場になった。2008年1月23日、ウェルター級転校初戦となった UFC ファイトナイト、スウィック VS、バークマンで、ジョシュ・バークマンと対戦し、2から0の判定勝ち。2009年6月13日、UFC99 で、ベンソー・オンダースと対戦し、 スタンドパンチレ打で TKO 勝ち、ノックアウトオブザナイトを受賞した。9月19日、UFC103 でマルティン・カンプマンと対戦予定であったが負傷により、欠場となった。11月14日、UFC105 でダン・ハーディーと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2010年2月6日、UFC109 でパウロ・チアゴと対戦し、 右フックでダウンを奪われると、ダースチョークで締め落とされ一本負けを喫した。以降は、食道経連をわずらいオクタゴンから離れた。2012年8月4日、2年6ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC をオンフォックス四で、ダマルケス・ジョンソンと対戦し、パウンドで小勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年7月11日、2年7ヶ月ぶりの、 復帰戦となった UFC189 でアレックス・ガルシアと対戦し0から3の判定負け2連敗となり試合後に引退を表明した。ありがとうございます。